皆さん、こんにちは。KHR キムサン放送でございます。はっはっは。えロンリーボイスセッション。えー、キムサン放送というものについてですね、お話をしたいというふうに思うんですけれども、これなんだっていうのは、私が中学時代にやっていたラジオ局の名前なんですね。恥ずかしい話になるのかもしれませんが。 ま、ラジオ小僧でございまして、深夜ラジオというものにこう没頭していた時に自分でもラジオ番組をやってみたくなったところからスタートしたものなんですけれども、当時はもちろん電波に乗っかるわけではなく、カセットテープですね。60分テープ。これひっくり返さなくちゃいけないんで、30分かける2なんですけども、この60分テープにもうダラダラと いろんなことを喋って途中途中に、えー、音楽は挟むんですよ。で、その挟む音楽は、えー、当時はエアチェックと言ってましたけども、どっかのラジオで流れてた音楽をカセットテープに録音をしたものを、またその自分のキムさん放送の中で曲をかけちゃうっていう。もう著作権も減ったくれも、 ねえっていうようなことなんですが、もしかしたらですよ、逆にですよ、えー、多少その中学生が少ない小遣いから買うシングル版なのか、LP 版なのかに、多少なりとももしかしたら協力したんじゃないかと思います。で、そのカセットテープに録音したものが、なんて言うんでしょうかね、まあ学年かな自分のクラスの中だけではなくて、まあ4クラスあったんですけど、その4クラスのどっかにこう、 出回るんですよで必ず一番最初に貸すし聞いてもらう人っていうのが決まっていてその人に貸すとその人が今度勝手にいろんな人にこう貸しちゃうんですよねでそうですね女子が多かったと思います女子の方々が聞いてくれてたのが多かったと思いますけどもでしかも,もう物理的に一本のテープが出回るわけなのですごい 時間かかるわけですね。僕が喋った、こう、まあ、番組が3ヶ月後に、ええー、なんだろうな、耳に届くみたいなこともあった。でしかも、どれぐらいの割合で作ってたか忘れましたが、最終的には200本ぐらい作ったと思うんですよ。で、その200本作ったものが、なんだろう、順番関係なく、こう流れていくので、ぐちゃぐちゃ、 です。えー、時系列が。でですね。私、んその当時のネタは、おそらく本当にその時事ネタが多いわけですよ。今日の体育でこんなことがありました。とかね。えー、そういう休み時間でこいつがこんなアホなことをやって鼻血出しました。とか、まあまあ多分そんなような話だと思うんですけど、忘れてますけどね、どんな喋り話をしたのか。 でそういうのがこう時系列を無視した感じでこう耳にするのでいろんなことが起きたなと思いますしで先生も聞いてたりしてるんですよ私のキムさん放送そうするとですねまあ思春期でございますから 下ネタも、当時のね、中学生レベルの下ネタも結構入ってたりするんだと思いますけども、それが先生の耳に入るわけですよ。まあ、だからといってなんかこう叱られるというようなこともなく、えっ、ー、と、ちょっとその当時の先生のね、中にはこう、ユーモアというものをちゃんと理解してらっしゃる先生もいて、木村この間お前、キムさん放送で喋っていた、あのー、 あの話をちょっと黒板に書いてみんなに説明してやれとか言われるわけです。コンドームの付け方みたいな話だったと思うんですよね。<laughs> 今ですよ、そんなことをこう生徒にやらせたらですよ、先生が生徒に対するいじめと取られなくもないんですけど、まあ私の場合は、はい終わりましたつって黒板にきっちり図解入りで説明して、それがもう教室でドカーンとこう受けるわけですよ。 まあそんな機会を与えてくれて、先生どうもありがとう、みたいな、そんなようなこともあったような気もしますし、そんなことを覚えてたりしますし、なんかその、キムさん放送というものを通して、いろいろですね、やっぱり勉強したことも多いですね。で、ネタを考えなきゃいけないというか、ネタをこう、 自分にストックしておかなくちゃいけないっていうこともあるのでそうなると日々のそのが変わわってくるわけですよでそういうのはもう全部自分自身にこう蓄積されていくしで今でこそ当たり前に言われてますけど発信者発信する側の人間っていうのはやっぱりそれなりにこう受信が多くなるんですよね。 自分で考えたネタを話す必要もなくなってくるまあもっとわかりやすくと本当ラジオ化してくるんですよねええー、だいたおはがきを読んでそこから話を膨らますっていう手法ですよそれがだん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 こう後半はできるようになっていった最終的には卒業とともに終わったと思います まあ今こうやってですね、あのローリーボイスセッションみたいなもので、こうやって喋らせてもらってるというかのベースは間違いなくあの当時のキムサン放送が作ったなぁとは思いますね。で、今でもおそらくですけども、えー、当時のその同級生の女子たちは、私が作ったキムサン放送のカセットテープを持っている方もいらっしゃると聞いてます。 私の手元にはですね、まあ数本しかないし、もうすでにそれを聞き直すとかいうようなこともないのかなないのかなとかそういうこともできないのかなと思います。甘酸っぱい青春の1ページだったような気がします。えー、KHR、キムサン放送がお届けいたしました。それではまた。